関西学院大学。日本一美しいとも形容される西宮上ヶ原キャンパス。スパニッシュミッションスタイルで統一された建物、そして大学生活のさまざまなシーンで目にする美しさの中に共通して息づいているもの、それはキリスト教主義の精神。キリスト教を柱に現代に生きる人間および社会の考察を行う学部があります。それが神学部。ここでは一体どういったことを学び、社会にどう生かされるのでしょうか。神学部は1889年アメリカの南メソジスト監督協会宣教師ウォルター・ラッセル・ランバスによる関西学院の創立とともに開設された最も古い歴史を持つ学部です。初代神学部長ニュートンのもと、開設以来キリスト教の伝道に従事する人材の育成を続け、現在に至るまで数多くの伝道者らを社会に輩出してきました。現在教会の担任教師としておよそ200名が活躍しています。さらに学問としての神学を探求するため、すべての学生が異なる価値観を共有しながら学んできました。神学部の学び。神学部では13の学位授与方針ディプロマポリシーのもと、2つの履修コースに分かれており、学生それぞれの関心に合わせた幅広い学びを表現しています。キリスト教の伝道者を育成するキリスト教伝道者コースでは、神学研究をリードする研究者の指導のもと、キリスト教についての深い専門知識を身につけることができ、少人数制できめ細かなサポートの中で学びを深めることができるのも魅力です。女性たちは時に キリスト教思想文化コースでは、思想や文化といった切り口から現代社会におけるキリスト教の役割や可能性を考察、総合大学の利点を生かし学問領域の枠を超えて幅広い視点からキリスト教やその文化について学べます。さらに神学部では聖書学、歴史神学、組織神学、実践神学の4つの領域からキリスト教への理解を深めることができます。仏教や新宗教など多宗教との関わりについて学べるカリキュラムも充実。両コースにまたがってギリシャ語、ヘブライ語、ラテン語など神学部ならではの言語が学べるのも特徴です。同じ角の名刺を修飾する。礼拝学では各教派とか教会によっていろいろ礼拝の仕方が違う理由を学ぶんですね。昔からのその教派の考えを引き継いだからこういう順序だっていうのもあるし、あと聖餐とか洗礼の時仕方もやっぱりいろいろ聖書に基づいてるっていうのも学ぶことができるし、関連するシンボルとか礼拝の色とかそういうのも理由があるっていうのを学べるのはとてもすごい楽しいので、今すごい楽しくやってます。あとはやっぱり日本だけじゃなくて海外に出向いて海外で働いている日本人の方々が通ってる教会で牧会をしていきたいなと
そういうふうにも思っています。哲学やいろいろな人の考えを学びたいなと思い入学しました。今までクリスチャンで過ごしてきた人や仏教に接して過ごしてきた人とかいろんな人が集まっているので、そういう人たちの考えをまたまっすぐ返してくれるっていうところが好きなところです。神学部ではキリスト教関連の福祉施設などで働く人材の育成を目指し、ディアコニアプログラムも実施。現代社会の課題を知り、その解決に向けた実践力を養うため、留学プログラムへの積極的な参加を促進しています。また、キリスト教関連施設への実習などのフィールドワークも行っています。私はキリスト教社会実習という神学部の授業で香川豊彦記念館に行っています。週に一度学童保育のボランティアのような形で行かせてもらっています。その実習先では子どもたちと主に遊んだりまた勉強を教えることをしています。また実際に自分が実習先で行って学んだことは勉強を教えられることではなくて、共に一緒に勉強をしたりそこで遊んだりすること、本気で僕自身が子どもたちの輪に入って遊ぶこと、それが子どもたちが求めていることであるというふうに学びました。この授業の中で本当にいろんな学生たちの刺激を受けることによって自分自身も成長することができました。神学部での知識と体験、その学びはさまざまな形で社会に生かされています。神学部ではさまざまな教派や聖書を読んだことのない仲間との出会いがありました。彼らとの出会いは私の中にあったキリスト教や教会はこういうものだという考えの中に新しい視点を与えてくれました。その新しい視点というのは今教会で働いているその働きの中でも活かされています。私が神学部で学ばせていただいたのは、一言で言うならば一歩踏み出して挑戦をするということだと思っています。私が専攻したのは古代の修道院で、その修道院の福祉事業について専攻いたしました。修道士たちが修道院の外を一歩出て自分たちは何ができるかということを考えていたのだなと、そのことを思わされます。今教会でも教会の中にいて、そして外に対して一歩どのように踏み出せるか、そのことを考えています。神学部で学んだことが生かされているなと思う瞬間です。キリスト教主義学校の大阪女学院で国語の教師として働いています。入学当初は自分の将来の道をあまりうまく考えれなかったのですが、神学部に入ってキリスト教とはどういうものか学んでいくうちに、人に対して何かをしていくこと、そしてそれを愛を持ってしていくことを、が大事なんだと学びました。馴染みのないキリスト教や神学との出会いを通して、それまでにはなかった価値観や自分の可能性というものを見つけることができました。それが今の将来につながって自分の可能性を広げることにつながったのだと私は感じています。今まで出会ってなかったような価値観やその人間たちと出会える場所です。建設業界で、仕事をしておりまして、営業部に所属しております。テーマ選定の段階からすごい自由に、選ばせていただいて、で、まあ、ゼミでボーリズ建築を勉強しておりました。じゃあこの関西学院ではボーリズさんの建築思想っていうのはどう反映されているかというところで、調べていきますと、まあ、聖書の詩編の一節の箇所の思想っていうのがこのキャンパスにすごい反映されているということが分かりまして、時計台を正面に、まあ、右手が思想系のだとで、左手側が、まあ、経済のとか、まあ、そういったところを、まあ、思想がもうきちっと反映されているというところがすごい興味深く面白かった点ですね。はい、やっぱり新しいことに興味を自分から持って学習を進めて掘り下げていって、そういう、こう本質的なところっていうのは、まあ、社会人になった今でも役に立っているというか、私の中ではすごい有意義な時間だったというふうに感じております。神学部では神学を学びます。でも
神学とは何でしょうか。私の研究するのはキリスト教の歴史であり、2世紀から4世紀にかけての神学思想史です。ここに1枚の絵があります。美術品としてこれを研究するのではありません。いろんな絵がここに書いてありますが、ここをご覧いただくと文字が書いてあります。ハギオス・グレゴリオス、ハギオス・バシリオス、テラペオンテス・トゥース・アステネース、ギリシャ語です。グレゴリオスとバシレイオスが病人たちを看護しているという意味です。私の興味はなぜこの人たちは看護をしているのか、どういう思想、どういう信仰を持ってこういう看護をしているのかということです。実はここに描かれているのは古代のローマ社会から見ると非常に画期的なことであったのです。それは人間社会の隅っこに追いやられていた人間と扱われない人たちを人間として看護し、世話し、愛することであるわけです。私は神学を学びながら、人間であるとは、あるいは人間ということは何かを学びつつあります。学生さんたちがこの神学部でさまざまな神学を学び、社会へと大きく飛び立っていただきたいと願っています。ここで学んだ神学の教えを胸に、卒業生たちは日本国内、そして海外など幅広いフィールドで活躍しています。